スバルのスポーツモビリティコンセプトです。こちらのモデルは、ウェブの時代においても意のままにこう走る楽しみというところをしっかりと表現していきたいという、考えに基づきまして、走りを楽しむための、ピュアな形というところを模索した、デザインのスタディモデルということになります。将来的にどういったこれが車種になるかというところはまだ決まっているものではないんですけども、考えの中心になっているのはこれまでも大事にしてきた人を中心として四輪をコントロールするというところ、ドライバーからこうタイヤをしっかりと軸を通してタイヤをコントロールしているという感覚をデザイン的に表現したモデルになります。下側はこのカーボンファイバーを使った、非常に硬い、骨格、これにこの張りの強い、殻ですね、外角がついているというようなところをデザインの基本的な構成にしています。この青い部分は風が抜けるところを表現しているというところで、走りの楽しさ、エアロダイナミクス、あとどんなサーフェイス、どんな環境でも楽しく走れるというスバルの強みというところを表現したモデルになっています。この車の使用用途のイメージですけども、まずはスポーツカーとして純粋に走りを楽しむというところがポイントです。で、走りを楽しむんですけども、ただのサーキットを走るだけとかプロードだけを走るという単機能ではなくて、どんな道でも楽しく走れるというところがやはりポイントになっています。ですのでボディタイプも低すぎず高すぎず、クロスオーバーした形というところがデザインのポイントになります。